はい、皆さんこんにちは。山口県の魚屋青山です。今回は前回で、予告したフグの角の立て方、それをちょっと今日はやってみたいと思います。まあそんなね難しいことじゃないんで、まあどういうふうにやれば立つかっていうその手順ですね、まあそれを一応見て参考にしてください。まずこちらフグですね。こちらを半分にします。はい。でこちらのフグなんですけど、まずね最初だけちょっと型を揃えていきます。でこういう出た端っていうのはね絶対に捨てないでください。とりあえず手元に置いとって、最終的に内盛りに使ったりとか、本当にうわ届かないって言った時にすごい救世主になりますんで、これは絶対にそのまま置いとくと、ね、終わるまで。はい、じゃあいきますね。ちょっと血が入ってますね。まず前回でも言いましたけど、フグを同じ形に切る、これがもう大前提の基本中の基本ですから、こういう、まあ、形見えるんですかね、どうなんでしょう。こういう形ならこういう形で全てこう切っていくようにすれば盛り付けも簡単になります。とりあえずこれはまだ切り出しなんですけど、次からいきますね。まず角の立て方、この先っぽですね、フグの先っぽの立て方をちょっとやってみますね。ちょっと綺麗に引いてみます。でこう引き切るんですけど、この時点ですでにもう角のなんていうんですか、予備軍みたいなものがもうできてるんですね。っていうのが、これを簡単に分かりやすく説明しますね。見えますかね。この辺が見えますか。この辺ですか。この先っぽの出たところをこう角に立てるようにこう折り込むわけです。こういうふうに。で折り込んだ形がこういうふうになります。もうすでにこの時点で角が立っています。これをまっすぐ折ってしまうと、まあまっすぐ折ってもここを角にしてしまえば立つんですけど、折り込みます。少しちょっとこれね、ここは厚いから、これはこれでまた後で裏技を教えます。こういうふうに折り込みます。これを引いた時にこの時点でここでもう折り込んでます。これをパタッと折り込んで、一つ折りになったような感じで持っていきます。この時にこういうふうな親指を乗す感じ、こういうな感じです。親指もう折り込んでます。これを自分の体の正面に向かって、真ん中からこの身を滑らすようにぐーっと引っ張っていきます。でこの時点でこのフグにかすかについてる水滴がここで切れていきますんで、よくお皿に引っ付きます。これを滑らせてください。こういうふうな感じ、まだ掴んでます。こういうふうに掴んでます。このまんまいきます。そして先っぽが、あ、ここだなって決めるときに、こっちの包丁でこれを押さえます。そして時計の反対回り側に気持ちこういうふうにひねります。こういうふうな感じですね。わかりますかね。時計と反対回り
まあ、こういうふうに引いていきますので、時計の逆回りですよね。だから滑らせてきて、ある程度先っぽがここで決めたいというところで、もうピッと押さえていかないんです。いかないようにしとって、少しこうねじる感じですね。その時の人差し指と親指の動きっていうのがこう乗ってます。この辺のしたまま持っていきます。で、こういうふうに掴んでますね。こう掴んだ後に親指をこうキュンです。キュンです。このキュンですっていう動きが大事です。このキュンです、これで角が立ちます。で、これに加えながらこういってこっちにひねります。そうすることによってこっちの縁の角が立ちます。縁が立ちます。わかりますか。まっすぐ行ったんじゃ角は立つんですけど、この縁が立たないんですね。だからこれをこう行きながらこっちにひねります。そうするとこの縁が立ちます。ちょっと何切れかやってみますね。こう引いて畳んだ後に持っていきながらキュンです。ここで畳んでます。持っていきながらキュンです。持っていきながらキュンです。キュン、こういう感じです。持っていきながらキュンです。で、まあ人それぞれ癖があるんですけど、このフグの置く角度ですね。まっすぐの人もおれば、鼻からこう斜めに置く人、まあ私の場合は少し斜めに持っていくんですけどね、最初から。その方がこの角が立ちやすいっていうか、内側。そしてこのもう一つ、包丁の入り口ですけど、これは入り口が薄ければ薄いほどこの縁の角がよく立ちます。キュンです。はい、こんな感じです。この縁ですね、これと先っぽ、親指の動き、こうです。この親指でこう角を立てます。そしてそれと同時にこうねじってやる、ひねってやるっていうか、やることでこの縁が立ちます。見えますかね。ちょっとアングルが悪いかもしれない。薄く入ってこの出た角っこを折りたたむ、折りたたんで親指に乗せて、いいですか、持っていきながらキュンです。キュンです。この親指、人差し指をつけたまんまこうやりながらこう、さらにひねります。こうやりながらこう。そうすることによってこの縁が。
こんな感じです。そして、まあ引いていくうちにね、この包丁の角度も変わっていきますから、こう入った時に、折りたたんだ時に、ここがどうしても厚くなってしまうんですね。この折りたたんだところ。これまたあの不格好になりますんで、これ簡単なちょっとした裏技、これを直す方法。この折りたたんだこの山の先っぽですね。ここをちょんと切れ目入れてやります。そしたらまたペタンと引っつきますんで、わかりますかね。このてっぺんです。ここにちょんとこうやって切ってやるんです。そしたらボコッと膨らまずにまたペタンとなりますから、このまま持っていってキュンです。しっかり立ちますよね。こんな感じです。キュンです。こういうふうにちょっと折りたたんだところが厚くなったときは、ここのてっぺんをちょっと切ってなペタンと。そして何食わぬ顔でキュンです。はい、こんな感じですね。わかりますかね。入りを薄く入って、この出た先っぽを折りたたんで掴んだ後にこういう形、このまんま皿の方に行って引きずってきながら、そのポイントまで来たらこっちの包丁でこれを軽く押さえてやって、こういう形。この時に少しこっちに来る、こういうふうにひねる。これを同時にやるとこういうふうに立ちます。ちょっとした手の動きと感覚なんですけどね。まあこれはあとはもうその繰り返し頑張って習得していくしかないんですけど、まあ立て方の方法としてこういうふうにやれば立ちます。よく立ちますよね。はい、
で決まるっていうのはやっぱこれスピードが違うよな。